清和先生研究会はまさに安倍会長が取り組んだ政策課題、この意思をしっかり継いで結果を出していくことが大きな目的であり、そのためにも皆さんの協力、結束をしていただきたいと思っております。今こそ国民の生命、財産、そして領土を変えておくと誇りを守り抜いていくとの決意に覚悟を示されたら、世界からも最も安全保障環境は厳しいと言えるでしょう。旧統一教会の問題では本当に我々が標的にされるようながちな状況の中で、悲しみとあるいは辛さ、あるいは愉快さも含めて、我々皆さん方が結束を乱さず耐え忍んでいただいていることを感謝申し上げる次第でございます。何が問題なのか、あるいは反社会的とはどういうことなんだということをはっきり議論し明らかにして、そういったことに対しては断絶をしなきゃならない。被害者に対してもしっかり救済はどうできるかということを議論していくことが必要だと思っております。